こんにちは、沢田千佳子です。沢田千佳子はなんで今年も海へ行くって本日はですね、久しぶりに質問コーナーやっちゃおうかなみたいな、インスタグラムの方で質問を募ってみました。下品なものでもエッチな質問でも何でも NG なしでドンと来いって言ったらたくさんいただきました。ありがとうございます。これに答えていきたいと思うんですけれども、下品な方がみんなも好きでしょ。私のこのチャンネルは下品チャンネルです上品なチャンネルをもし求めてらっしゃる方がいらっしゃったら、まあ、別のチャンネルをご覧ください。早速行きたいと思います。セフレの彼と切るに切れなくてどうしようもない私に喝入れてください。そのセフレのことは好きなんですか？セフレって何がいけないのかなと思うんだけど、私今さ、女性ホルモンを始めて半年経ってないぐらいなんですけど、性欲というものがほぼないに等しくってですね、ひとたびキスが始まれば燃え上がるんですけど、今でもね、家で一人でちょこちょこっとするとか、なんかそういうことはもう一切ないんですよ。昔は私そういう行為大好きだったんですね。別にそれが悪いと思ってなかったけど、需要と供給が成り立っているんであれば全然いいと思います。フェイスライン綺麗すぎです。何してます？いや、今のところ私は糸が入ってるんだけど、最近ここら辺のたるみとかが許せなくって、あとほうれい線も許せなくて、こっちの方がほうれい線濃いんだけど、顔面課金していきたいと思います。ここの脂肪吸引と、ここの脂肪吸引と、ここの脂肪吸引と、あと糸入れる予定です。1月26日からダウンタイムに入ります。ズバリ毎月どれくらいの収入がありますか？下世話ですね。いいですねみんな私どのぐらいの収入があるように見えますか？みんなが思ってるほどはもらってないと思うんですけど、仕事ってさ、こういう SNS の活動じゃないですか。自分の頑張り次第でどうにでもなるっていうかさ、すっごくたくさん稼げる月もあるし、仕事が重なったりしたり、全然今月やる気ねえぜみたいな時はほぼないに等しいしみたいな、めっちゃくちゃ頑張ってで魂燃やして頑張ったぜみたいな月は、細かいところは言わないけど、車何台かは買えます私も帰国子女です。以前いらした国はどこですか？私は帰国子女ではありません。帰国子女って言いづら。全身ツルツルですか？はい、ツルツルです全身っていうのはもちろん V も I も O も全部っていうこと。ホルモン注射の経過が気になります。寒い日が続いてますね。体調に気をつけて過ごしてください。ありがとうございます。ちょうど半年ぐらい経ちましたかね。自分で感じる変化は、やっぱり体つきが女性らしくなってくる。肩周りが、全く打つ前とかは筋っぽかったっていうかさ、筋肉がもりもりみたいな感じだったのが、丸くストーンってここが落ちるようになったのと、あと肌質も柔らかくなった気がする。顔の肌も柔らかくなった感じがします。あとはね、まあ、おっぱいが出てくる。今これはカップ付きのキャミ着てるんだけど、若干ね、小太りぐらいの男の人ぐらいはあります。あと乳首がね、ちょっとね、大きくなってくる。メンタル的に言ったら、最初の3ヶ月ぐらいはもうこのアップダウンがめっちゃ激しくって、でやろうかなみたいな時もあったけど、慣れてきたのか分かんないんだけど、こんな感じ。ホルモン打ち始めてからしんどくない日なんてないんだけど、体調が慣れてきた。返信遅れると返信遅くしてきて、会えない日があると会えない日を作ってくる。そんな彼氏にもや。絶対嫌なんだけど、そんな男。何がいいん、その彼氏の顔がイケメンとか。私はそんなことされたら、あ、もういいですってなるんで無理です。営みは攻められるのが好きですか？20代の頃はもうガンガン攻めていただきたいみたいなタイプだったんだけど、最近はムキムキの男の子を攻めるのも好きです。手術のご予定は、年末までに玉取りたかったんですけど、取れなかった、忙しくって。今月も多分無理だから、2月中ぐらいにまず玉は取りたいじゃん。その後の SRS っていう手術、それはまずボールを取ってみて、体調とかメンタルとか様子見てから考えたいって感じです。どんなに高級なものでも引かないので、今一番欲しいものを教えてください。カルティエの時計かな、パンテール。私職業柄、いろんななんかイベントとかパーティーとか呼ばれるじゃないですか。呼んでいただくじゃん。それでさ、ちょっと綺麗めなドレス着たりとか、ジャケットのセットアップ着たりとか、時計つけたいなと思うんだけど、私アップルウォッチしか持ってないのねアップルウォッチはさすがに合わなすぎて、綺麗めの時計一本持っときたいなみたいな。おばあちゃんになっても使える？おばあちゃん、おじいちゃんの間違いだよ。1月今年私誕生日だから買っちゃおうかなと思ってるんだけど。なぜそんなに美しいのですか？生まれ持った可愛さが、ちょっと質問じゃないですが、ロングの純ちゃんも今の純ちゃんもどっちも可愛いって来てます。ありがとうございます。この答えは正解です。ありがとうございます。インスタにエクステ外したんだってストーリー載せたらさ、すっごいたくさん DM 来たんですね。その DM にちょっともやっとしたんですよ。ちょっとあんたたちにクレームね絶対短い方がいいですっていうコメント DM が止まりませんで、そうなの
と思ってちょっと悲しい気持ちになったんです。すっぴんを初めて彼氏に見せた時に、すっぴんあんま変わんないねとか言われて、ちょっともやっとする気持ちわかりますか？これ、あー化粧してる方が可愛いねって言われた時のあのもやっと感、これに似てるなと思ってて、ちなみにその時の正解は、すっぴんだと幼くて可愛くって、化粧したら美人系で綺麗だね、これが正解だと思うので、私今回そのエクステ外したっていうことに対してのコメントも、ロングもめっちゃ可愛かったけど個人的な好みで言ったらボブの方が私は好きかな、だったらおんおんおんって思えたんだけど、絶対そっちの方がいいですって言われちゃうと、じゃあロングはダメだったってことなのってちょっと思って悲しくなったんだからね。ペントハウスに出てました。爆美女のキムソヨンに似すぎです。ありがとうございます。ペントハウス私シーズン3まで全部見たんだけど、マジおもろいよな。ペントハウスだったら私誰が好きかな。スリョン氏も好きだったし、お湯にも好きだった。お湯にも好きだった。彼氏は何年いないですか？彼氏はもう3、4年いないような気がしますね。これを見てる男性の皆さん、イケメンマッチョの皆さん、DM ください。ジュンさんの友達になる基準ってありますか？友達になりたい。基準なんてないです。この人好きと思ったら友達になりたいと思うから、別に基準なんてない。見た目も関係ない。どこまで工事済み？いいですね。ド直球で失礼ですね。いいですね。私はまだ脳工事でございます。だからありありです。一番受けるんだって、今のこの状態が。そういう層にぶっ刺さるらしくって、そういうのが好きな人にはマジでモテる。でも、受注吐くやりもくだから、進展とかはないんですけどね。嫌いなタイプ、苦手なタイプの人はどんな人ですか？常に自分が中心じゃないと気が済まない系の人。失礼します。今の家賃はおいくらですか？今の家賃はですね、30代のサラリーマンの月収ぐらいですかね。もんもん、自己処理はどうしてますか？自己処理ってどういう意味ですか？ちょっと私よくわからないんですけど、まあ、もしその話だとしたら、この何ヶ月かない男性と対戦することはありますよ。自分でっていうのはもうね、長いことないですね。じゅんさんが思ういい女ってどんな人ですか？これはね、私明確に1個あって、飲み会とかで1次会で帰る女、10時11時ぐらいで明日早いから帰るねって言って周りに流されずに帰る女がいい女だなと思います。そういうの聞きたいんじゃないよね、ごめん。MBTI 診断はどのタイプですか？私この間やったんだよ。 INFP の T 仲介者、顔も可愛くって性格も良くて心優しくっていい匂いして、無敵では黙れ。ジュンさんが憧れている女性は誰ですか？まあぶっちゃけ親かな。月の美容代いくら使ってますか？使わない。月はマジで使わない。本当に1万も使わないと思う。美容施術とかするとやっぱ一気に何十万かポンって出る月もあるじゃん。別に普段は 2,3 万ぐらいじゃないかな。最近いついたしましたか？いいですね、下品ですね。2,3 ヶ月前じゃないですかね。座右の銘教えてください。これはずっと言ってるんですけど、 Design your life っていう言葉が大好き。自分の人生だから、人にどうこう言われて自分の道を決めるのではなくて、自分の理想に近づけるように自分でデザインしていくということです。理想のお胸のカップは何カップですか？これは女の人が思う D カップ、男が思う D カップって E もしくは F ぐらいじゃない？女の人が思う D ぐらいが理想。今んとこ A。 イケてるの定義だって。イケてるって何？でかすぎるよりも普通ぐらいがいいです。毛がなかったら最高です。一日カフェの店員とかお願いしたい場合はどうしたらいいですか？まあ普通にお仕事としてならお受けできると思うので、マネージャーに連絡してみてください。インスタとか TikTok の方にメールアドレス貼ってあると思うので、そこからメールしてみてね。ゼロプリのジェシカちゃんと仲良しなんですね。そう、ジェシカ大好き。見てるジェシカ。あのジェシカ先生はですね、もうお忙しいんです、とっても。まずどこにいるかっていうのをまず知らなきゃいけない。なるべく早く会いたい。すぐ会いたい。旧ジャニーズだったら誰が好きですか？私は菊池風磨が推し。いいですね。私はやっぱり、岸くんかな。最初は平野翔くんだったんだけど、翔くんも好きだよ。翔くんのこと嫌いな女っているん？この世に。平野翔くんに告られて断る女、オカマ、ゲイ、いなくない？質問じゃないけど、いつかじゅんさんが上田と女が吠える夜に出演してほしくてたまらないです。これさ、一回さ、オファー来たんだよ。1年ぐらい前にオファー来て、テレビ局のスタッフさん、プロデューサーさんかな、ズームで面接したのね。そしたら落ちた。どんな方が一番理想のタイプですか？もう私のこと可愛い可愛いって言ってくれる人。私のこと全肯定してくれる人が好き。怒ってくれるとかは別に友達でいい。別にそれは彼氏は全部甘えさせてくれて全部肯定してくれるみたいな、あなたが一番可愛いよ、何しとっても可愛いねって言ってくれる人が好きです。
別れた元彼と連絡を取り合ってしまいます。無視するべきなのでしょうか。お互いに未練がある感じですか。でもさ、復縁ってみんなあり？私結構なし。何回もくっついたり別れたりくっついたり別れたりみたいなことを繰り返してたことがあるんです。私もそんな時に何回くっついても別れる時に同じこと思うの。同じところが嫌で別れるのよ。一回別れたらもう連絡先も消しちゃうかな。より戻してうまくいく可能性もあるから、まあ一概には言えないんですけど、より良い人を見つけるところにフォーカスをした方がいいんじゃないかなと思うよ。エッチ気持ちよくなれる方法ありますか？この方はエッチな目的で聞いてるわけじゃないんです。痛いんですって言ってます、この方。まあわかるよ、私も最初の頃は痛かった。お前は穴が違うやろうが。私はね、気持ちよくなるように自分で努力した、自分で動いた、上に乗った、いろんなこと試しました。で結果一番私が好きな単位は、歯綺麗です。歯列矯正やホワイトニングはされてますか。日常のケアなども知りたいです。そんなにめっちゃ歯並び良くもないけど、そんなにめっちゃ悪くもなくない。定期的に歯医者に通っててホワイトニングもしてます。で治療もしてるの今、奥歯で、ついでにオフィスホワイトニングもしてる。心の安寧を保つには私悪くないって思うこと、怒ったこと、嫌なことを全て仕方ない、私のせいじゃない、しいらないって思うこと。自分磨き頑張っても彼氏にわからないと言われてしまって泣きそうです。男性はね、女性のそういう変化に疎いですから。男性がみんながみんなそうじゃないと思うよ。ちゃんと変化に気づいてくれる細やかな男性もいますから。今お付き合いされてる彼氏がちょっとそういうのが苦手っていうだけだと思うので、彼氏に分かってほしい。彼氏もさ、なんかわかんないけどなんか最近可愛くなってねって心の中で思っててくれればそれでよくない。自分磨きをしようとしてる時点であなたは可愛い。育児ノイローゼ主婦です。ジュンさんを見ていると慰めてもらっている気持ちになり、心が温かくなります。私自分がさ、子供を産めないじゃない。子供を産んで育てている人ってマジでもうそれだけでめちゃくちゃ社会貢献だと思うの。私尊いと思うのね、お母さんお父さんって。一人の子供を育て上げるってことってすごく尊いことだと思うんですよ。ものすごい大役をこなしているっていうところに自信を持ってほしいなと思いますね。もうやだって思うこととかも育児をしている中でたくさんあるんだと思うんですけど、そんなの当たり前ですから。お母さんもお母さんになって初めての経験がたくさんあるじゃないですか。子供がそうやって育っていくのと同時に、隣でそのお母さんもお母さん0歳からスタートしてどんどん成長していくわけじゃないですか。子育てをしているっていうことだけでマジで偉いから、そこは自信持って、私はもうすごいことを成し遂げようとしているんだっていう自覚を改めて持ってみてはいかがでしょうか。しんどいこともたくさんあると思うけど頑張って。好きな人いますか。ちょっと気になってる人はいるんだけど脈なさそう。気になる人から彼氏すぐできそうなのにねって言われます。これって脈なしだと思いますか。それってさ、遠回しにあなた可愛いよって言ってくれてるんじゃないの。私は別にそう言われたとしても脈なしとは思わないな。ブセすぎて自分に興味持てないんですけど、自分を好きになるにはどうすればいいと思う。自分のことを別に好きになる必要ってないと思うのね、私。ただ嫌いにならないであげてほしいなとは思います。親とか一番仲いい親友、兄弟、自分の周りに近い存在ってたくさんいるじゃない。一番最後死ぬ時まで一緒にいてくれるのって自分なんだぜ。だったらさ、自分のこともっと可愛がってあげたくない。だから無理して好きになる必要はないけど、自分のこと嫌いって思わないであげてほしいですね。自分のことブスって思ってるかもしれないけど、人から見て羨ましいと思う部分がたくさんあるはず。私よくさ、私って可愛いじゃんとか冗談で言うじゃん。本気で自分のこと可愛いと思ってるかって言ったらそんなこと一切なくて、欠点だらけだと思ってる。見た目もコンプレックスだらけですよ。気に入らないとこなんてたくさんあるけど、欠点のある自分も含めて、まあ、そういうとこも可愛いじゃん思う最近は。あなたも自分のことを否定しないであげてください。次でラストにしたいのですけれども、せっかく最後だし、一番下世話なやつなんかないかな。寝バックしてほしいけど彼氏に言い出せません。なんで言い出せないんだろう。私言っちゃうな。無言で背中向けてみては。はい、ということで、インスタで募りました。何でも来いという質問コーナーをやってみました。下品すぎてどこまで使っていただけるのかちょっとわかりませんが、編集者さんに委ねたいと思います。この動画が楽しいなと思ってくださった方は、ぜひ動画の高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。私の各 SNS もフォローよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。